株式会社ブシロードグループパブリッシングはかつて存在した日本の持ち株会社。略称はブシロード GP。旧社名は有限会社中企画。東京都中野区に本社を置きブシロードグループを率いる持ち株会社である。主にエンターテインメント業界を中心に複数の企業を参加に収めており、トレーディングカードゲーム市場において上位シェアを占めるブシロードや アントニオ猪木が創設した新日本プロレスリングを子会社として用している。その他にも広告代理店業を営むブシロードメディアやレコード会社のブシロードミュージックなどを所有している。かつてはコンテンツビジネスを中心に事業展開していたブロッコリーを参加に収めていた。2013年にブシロードと統合。山市証券を退社して、 ブロッコリーを創業した北に公明によって2002年10月1日に設立された。設立当初の社名は有限会社中企画であり当初は北に家の資産管理会社として位置づけられていた。そのため北にが創業したブロッコリーの株式を多数所有していた。2003年時点では中企画の所有するブロッコリー株は190万株に達しており 同社の株式の約17%を占める主要株主となっていた。また、北に個人でも286万4000株を所有しており、同社の株式の約25%を占める筆頭株主であった。そのため、北に個人と中企画等を合わせれば、ブロッコリーの株式のうち4割以上を所有する構図となっていた。しかし、同年、ブロッコリーは、 宝の資本参加を受けることとなり、北にから宝井の株式譲渡や、第三者割当増資などを経て、宝が1000万株を取得するに至った。その結果、宝は、ブロッコリーの株式の約52%を占める筆頭株主となり、同社を子会社化した。それに対して、北に個人の所有株式比率は約5%にまで低下した。また、 ブロッコリーの経営不振の責任を取るため、北に個人から宝へ株式上とした債の代金は、その全額がブロッコリーに贈与された。その後、2006年のデッドエクイティスワップにより、所有株式比率は北に個人が約3%、中企画が約6%と大幅に低下した。同年10月、北にがブロッコリーの代表取締役を辞任し、 翌年には、取締役会長も辞任したことから、北谷や中企画は、ブロッコリーの経営から事実上退いた。ブロッコリーを離れた、北谷孔明は、2007年に、武士ロードを創業した。それに伴い、中企画は、武士ロードに出資し、同社の親会社となった。2011年12月27日には、有限会社、中企画から、 株式会社ブシロードグループパブリッシングに社名を変更した。2012年には、ユークスから新日本プロレスリングの全株式を5億円で譲渡された。それに伴い、新日本プロレスリングを子会社化した。2010年8月当時の旧本社。旧社名である有限会社、中企画と表記されている。ありがとうございます。